アイテム番号 SCP-276JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル財団が設置している駅ホーム内の監視カメラ内の映像を1日おきに SCP-276JP 担当の監視職員が確認し財団に報告します。この特別収容プロトコルは心霊の手事件内以降に大幅変更されたものです。以前の収容手順は添付資料を参照してください。 SCP-276JP は日本の経済上重要地点に位置する上に財団側の物理干渉を透過するため SCP-276JP を収容することは困難です。 SCP-276JP の監視職員を除いた財団職員は 276JP に関する警告文を参照にして SCP-276JP になるべく近寄らないでください。 SCP-276JP の影響によって死亡した者は突発的な飛び込み自殺として世間で扱い処理します。現在 SCP-276JP の効率的な収容または SCP-276JP の無効化を模索しており、方法が判明次第特別収容プロトコルは更新される予定です。説明。 SCP-276JP は東京都の駅構内に発現する霊的人型存在です。SCP-276JP は白衣をまとう痩せ細った壮年男性であり、その存在を財団職員以外が知覚することはできません。SCP-276JP をカメラ等を用いて映像化した場合も財団職員のみが姿を視認できます。SCP-276JP からの干渉は一方通行であり、財団側からの物理的干渉は SCP-276JP を透過します。2010年月14日、同月16日、合わせて財団職員2名が駅のホームから飛び込み自殺を図り死亡しました。心霊の手事件 A、B、死亡した財団職員2名の精神状態は安定状態だったことが過去に言った財団の定期メンタル診断や死亡した2名に近しい財団職員の聞き込みから明らかになりました。財団は、駅構内で何らかの特異が発生しているとみて B クラス職員を用いた調査を行い、B クラス4名の犠牲を払った調査の結果 SCP-276JP の異常性が判明しました。SCP-276JP は午後10時から午後12時にかけて東京都の駅のホームに財団職員が存在しているとき、電車が到着する数分前に突然駅のホームに発現します。SCP-276JP は駅ホーム内に立っている財団職員に近づき、掴む、押す、持ち上げる、引きずるなどの手段を用いて財団職員と電車との接触事故を引き起こそうとします。この時、SCP-276JP によって線路へと押し込まれる財団職員を見ている一般人は財団職員が線路に自然体で自ら近づいているように知覚します。被害者を逆側の力で引っ張ることや障害物で SCP-276JP の行動を妨害する試みは被害者の圧死という形で失敗に終わってます。SCP-276JP は財団に対して攻撃的ですが、一般人に対しての攻撃を行わないことから、財団は日本の経済上重要地点である、駅の封鎖や時刻表の変更は行わず、全財団職員に対して、276JP に関する警告文を配布するにとどめました。これにより、SCP-276JP の安全な収容、または無効化するまで財団職員は、駅で乗車することは禁止されています。心霊の手事件 A から21日経過後の午後11時、分に、駅で一般人の30代の男性が飛び込み自殺により死亡する事件、心霊の手事件 C が発生しました。駅に設置してある監視カメラから SCP-276JP の調査中に死亡した B クラスの職員が確認されるとともに新たな SCP-276JP の特異が明らかになりました。財団の解析によって交わされた会話もログに収めています。なお、
この映像も財団職員以外が知覚することができないことから、実際の現場においても財団職員と被害者の男性のみが心霊の手事件 C を正しく認識できていたと推測されます。記録開始。被害者の男性が、駅のホームで電車を待っている。30代ほどに見える女性が男性の背後に突然出現し男性の肩に手を置く。被害者の男性、後ろを振り向く。どなたです。言葉を切り驚愕の表情に変わる。なぜお前がここに。女性、編集済み。被害者男性の名前をつぶやき。そのまま男性の両肩をつかむ。被害者の男性、俺に触るな。肩をつかむ手を払いのけようとした男性の手は女性を投下する。女性は男性の両肩をつかんだまま男性を交代させ続ける。被害者の男性、話せ、罵倒語、どうなってやがる。体を激しく動かし抵抗しようとする。誰かこの、罵倒語、女を引き剥がしてくれ。志願により SCP-276JP の監視の任についているエージェント小野が男性の元に駆けつける。エージェント小野誰か、この男性を止めることを手伝ってください。男性の体に抱きついて引き止めようとする。周囲の人間はいぶかしげにしているだけで、同行とする様子はない。男性はエージェント小野が止めに入る前と変わらず、じわりじわりと交代させられ続ける。被害者の男性。男性の体が線路まで50センチメートルの距離を切ったところで男性はパニック状態に陥る。止め、話してください。裏切ったのは俺じゃ。ごめんなさいごめんなさい。許して。女性許さない。真顔だった顔を歪ませる。エージェント小野は悔しそうに男性の体から離れ、男性の救出を断念する。被害者の男性が叫び声を上げながら線路に落下する。同時に画面内から女性の姿が消失する。電車が駅のホームに到着する。記録終了。男性は電車にはねられ病院に搬送されましたが間もなく死亡が確認されました。遺体の下部の骨は電車の接触事故にしては不自然な曲がり方をしているとの解剖結果が出ました。映像の女性の外見的特徴は SCP-276JP の調査中に死亡した B-276-02 と酷似しています。また、被害者男性は B-276-02 が過去に犯した殺人事件において B-276-02 に対して殺人教唆をしたことを疑われていました。しかし、裁判では B-276-02 の単独犯と結論付けられています。これらの情報から SCP-276JP によって殺害された人間は、SCP-276JP-A となり、生前強く憎んでいた人物が、駅を訪れると SCP-276JP と似た性質を持ち、同様の手を用いてその人物を殺害することが推測できます。この時、財団職員ではない被害者も SCP-276JP-A を知覚します。財団は SCP-276JP-A が不特定多数の人間に危害を加えることを重く受け止め、SCP-276JP 及び SCP-276JP-A を無効化する手段を現在模索中です。現在までに実行された無効化作戦は全て失敗に終わっています。SCP-276JP の監視担当であるエージェント小野から SCP-276JP を破壊する願文が幾度となく提出されましたが、地区担当者に全て却下されました。破壊するに値する理由があるのは理解できるが、君の提示する手段で無効化できるとは思えない。君は一エージェントとしての責務を果たすことだけを考えてくれ。君はこれ以上このオブジェクトに対して市場を挟むべきではない。地区担当者。注釈。心霊の手事件 B における被害者である松本。研究員はエージェント小野の婚約者でした。ポイ2。心霊の手事件 C から54日が経過しましたが、依然 SCP-276JP
A は活性状態にあり、一般人の犠牲者は6名に増えました。また、SCP-276-JP、A により殺害された人物も SCP-276-JP、A に変貌することが明らかになりました。財団は SCP-276-JP、A になったと思われる人物の過去から、恨みや因縁のある人物を特定しようとしていますが、その試みはうまくいっていません。以下は心霊の手事件 A から G までを詳細にまとめたものです。事件名。心霊の手事件 A。加害者。SCP-276-JP。被害者。財団職員エージェント加藤。過去における関係。不明。SCP-276-JP は財団に対して攻撃的である。事件名。心霊の手事件 B。加害者。SCP-276-JP。被害者。財団職員松本、研究員。過去における関係。不明。SCP-276-JP は財団に対して攻撃的である。事件名。心霊の手事件 C。加害者。元 D クラス職員 B-276-02 である SCP-276-JP。A1。被害者。銀行員森本。過去における関係。B-276-02 は犯した殺人事件の顛末において、共謀していた織本に裏切られたと主張していた。事件名。心霊の手事件 B。加害者。元 B クラス職員 B-276-03 である SCP-276-JP。A2。被害者。製造業社員中元。と飲食業社員川村。過去における関係。B-276-03 は高校時代に川村と中元などから暴行、恫喝を受けていた。事件名。心霊の手事件 E。加害者。元飲食業社員川村である SCP-276-JP。A3。被害者。無職田中。過去における関係。通信記録から川村は田中と多額の金銭トラブルがあったことが判明。事件名。心霊の手事件 F。加害者。元財団職員エージェント加藤である SCP-276-JP。A4。被害者。加藤の義父である藤井。過去における関係。両者の間で何らかの因縁があったかは不明。事件名。心霊の手事件 G。加害者。SCP-276-JP。A1。被害者。裁判官佐藤。過去における関係。B-276。02が被告となった裁判において死刑判決を下した裁判官の一人、SCP-276-JP。A1。A2は複数名を殺害していることから、SCP-276-JP。A が殺害できる上限数は不明です。ホイさん、心霊の手事件 C。から2ヶ月経過後に、駅から1キロメートル離れた。駅の地下鉄監視カメラに SCP-276-JP が映りました。以下は監視カメラに映った映像です。記録開始。普段、駅地下鉄の様子にノイズが発生。ノイズが終わると誰もいない薄暗い。駅地下鉄に SCP-276-JP が現れる。SCP-276-JP はニタニタした表情で1分ほどカメラ目線でこちらを見続ける。SCP-276-JP ゆるさ、ニタニタした顔が歪む。ねえよ。再びノイズが発生、
ノイズが終わると普段の駅地下鉄の様子が映し出される。記録終了。この映像は例のごとく財団職員以外は認識することができません。カメラの内部記録では時刻は午後9時13分を指しています。この映像を見たエージェント小野は翌日から SCP-276JP の監視の任に出勤しなくなるとともに行方知れずとなりました。エージェント小野の住居や安否の確認に向かった職員は乱雑な字の書き置きを発見しました。以下書き置きの抜粋部分です。彼女を奪ったあいつが憎い。それ以上に彼女の姿をした者が誰かを殺めてしまうことに私は答えることができない。許さない。ガキ殴られた字。失踪の同日に、財団に終了させられた財団正規職員のデータに不正アクセスの形跡が発見されたこととエージェント小野との関連性は不明です。ホイ4ホイ3の映像は SCP-276JP が発達している証拠であり、SCP-276JP の脅威はさらに増すものであると予想されます。以降 SCP-276JP の適用範囲が広がる場合、駅に対して封鎖を含む強硬措置を取る必要が考えられます。ホイ5行方不明であったエージェント小野が、駅で SCP-276JP によって殺害されました。駅に設置されたカメラによる監視映像には SCP-276JP に対して抵抗もせずに線路へ落下するエージェント小野の姿が確認されました。ホイ6ホイ5から2日後に、駅で発生した、心霊の手事件内、を最後に SCP-276JP は消失しました。監視カメラの映像には元エージェント小野であったと思われる SCP-276JP。英語が確認できます。記録開始。SCP-276JP が駅のホームに出現する。SCP-276JP は辺りを見回す素振りを見せる。SCP-276JP。英語が SCP-276JP の正面に出現する。SCP-276JP はニタニタとした表情になり、SCP-276JP、英語の胸を小突く。SCP-276JP、英語、データ除去済みさん、名前をつぶやいた後、胸に当てられた SCP-276JP の手を掴んで外す。SCP-276JP が焦りの表情に変わり、その場から離れようとする。SCP-276JP、英語が間髪入れずに SCP-276JP の腹部を蹴り上げる。衝撃により SCP-276JP が宙に数メートル浮かぶ。落下した SCP-276JP は、すぐさま駅ホーム内の支柱にしがみつく。SCP-276JP。英語は支柱にしがみつく SCP-276JP の頭部をつかみ支柱から引き剥がし、線路方向へ SCP-276JP を引きずる。SCP-276JP、脅し、交渉、謝罪、懇願に関連する言葉。線路へ引きずられる間これらを意味する言葉を発し続ける。SCP-276JP、英語許さない。SCP-276JP、英語がホーム上に立ちつつ、SCP-276JP の頭部をつかみ、SCP-276JP が線路上の位置になるよう宙に浮かせる。電車が駅のホームに到着する。記録終了。ホイ7、駅では現在、2015年、月、日、午後10時から午後12時にかけて、SCP-276JP、英語の姿を財団職員は知覚することができます。SCP-276JP 並びに他の SCP-276JP、A 群の姿は、心霊の手事件内、以降確認されていません。SCP-276JP、英語はそこにあるだけで一切の反応を示しません。財団の B クラスを用いた調査においても無反応でした。財団は、276JP に関する警告文を取り下げ、
それに伴い収容プロトコルを大幅に変更しました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。